食べくり松代始まるよ。こんばんは、6月17日午後7時になりました。第451回のしゃべくり松代の時間になりました。今日の松代なんですけども、予想気温が22度、3度でしたかね。豊沢は山なんでね、ちょうど良かったですね。暑くもなく寒くもなくね、ちょうどいい、気温でした。今日の夕刊なんですけれどもね、今帰りましてね、見ましたら、これは朝のね、ニュースでもやっておりましたけれども、大阪の交番襲撃、33歳男逮捕ということで、よかったですね。もうこれ逮捕されなきゃね、皆さんも、寝ても寝れないというね、ということで強盗殺人未遂容疑で、逮捕、拳銃一発発射の後、ね、本人は容疑を否認というふうに書いてありますね。いずれにしても良かったです、逮捕されまして。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、長野南警察署地域課、松代交番の署長警部補の正木博さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけども、署長さん、最近ね、今もお話申し上げたんですけども、事件事故ね、日本全国で最近多発しておるんですけども、私たちこの市民ですね、住民がこの日頃注意しなければいけないよってことは、どんなことに注意したらいいんでしょうか。そうですね、振り込み詐欺のお話をさせていただければ、はい、まだ全国的にもですね、はい、今年も非常に振り込み詐欺、非常に多く発生しております、はい、ただ長野南警察署管内はどうかと申しますと、はい、今日ここにも資料を持ってきたんですけれども、はい、ここね、長野南警察署管内5月末現在の、被害件数ということになると3件、これはこれ、そうですね、3件、被害金が14万8000円ですかね、ということで、非常に、今のところ、少ないということで非常にありがたく思っております。ただし、松代交番管内はどうかという話なんですけれども、実は松代交番管内オレオレ詐欺がですね、毎年発生しております。ですから警察からですね、皆さんに注意していただきたいということは、振り込み詐欺をもっと身近な犯罪として考えていただき、決して他人事ではないというふうに思っていただきたいなと、このように思っております。こちらの方はあれですか、なんか注意事項ですか、これは。そうですね、今ですね、松代交番管内でも架空請求のハガキ、こういったものが非常に多く予想されております。あ、これは犯人から来たハガキですか。そうですね、これは実際に犯人から送られたハガキをちょっと拡大して持ってきたものなんですけれども、民事訴訟通告書だとかですね、総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせとかですね、いろいろメモがあるんですけど、あとは特定消費料金訴訟最終通告書のお知らせ、こういった、とにかくいろいろね、名目をつけて架空請求のハガキを送ってきているということなんで、私たちは本当に信用しちゃいますね。そうですね、知らない人は信用しちゃうこともあるんですが、こういった先ほど見たハガキが来たら、すぐ警察または松代交番に相談していただければありがたいなと思います。所長さん、その具体的 なんかお話があるそうなんですけれども。そうですね、はい、それではですね、松代交番で過去に振り込み詐欺がどのくらい発生したかということなんですけれども、平成26年からのデータをちょっとまとめてきたんですけれども、例えば平成26年は、オレオレ詐欺が1件、で被害額が1000万円、平成27年がオレオレ詐欺が2件で、被害総額が740万円。そして平成28年がまた同じくオレオレ詐欺で、この年は3件発生して総額で700万円
そして平成29年がですね、はい、還付金の詐欺ということで、被害総額が146万円、はあ、そして昨年、まあ、平成30年ですが、はあ、オレオレ詐欺が1件発生して被害額が100万円ということで、はあ、毎年、はあ、オレオレ詐欺というか特殊詐欺発生しているということなんで、はあ、ぜひ注意していただきたいなと思います。はい、どんなふうに手口って言いますか。そうですね、手口的にお話しさせてもらうと、はい、ちょうど6月6日に、はい、松代交番管内で特殊詐欺の、まあ、被害が発生したということですので、はい、若干その話をさせてもらいますと、はい、農協の松代支所の職員を語るものから、具体的ですね。そうですね、あ、やはりあの身近な、ね、あの名前を出さないとやはり騙せないということで、はい、うん、結構そういった身近なところでね、名前を出してきてるんですけれども、キャッシュカードが古くなっています。はい、変えなければいけません。はい、カードを変えれば26,645円がつきます。はい、ということで、自宅に取りに来た者にカードを渡しちゃったというそういった詐欺も発生しておりますし、はい、オレオレ詐欺でお話をさせていただくと、これは一昨年の話なんですけれども、はい、中央病院の長野中央病院、そうですね、これもまた近くなね、近くの病院なんですけど、松代病院じゃないんですけれども、はい、一応今回の場合は中央病院なんですけれども、はい、耳鼻咽喉科の医師を名乗る者から、今息子さんが喉を痛めて病院に来ている、うん、喉に、腫瘍があり、腫瘍が悪性か良性か検査に1週間ぐらいかかりますよ、うん、この腫瘍は遺伝するかすることが多い、身内に喉の手術をした人いませんかということで、その電話を受けた奥さん、昔、はい、義理のお父さんが喉の病気があったということで、はい、まあ、この話を信用して、信じちゃう、信用してですね、そうするとその次に息子を名乗る者から電話があって、はい、俺だけど仕事が入って旅行を辞めて今病院に来てる、というね、電話がありまして、いつもと少し声が違うんじゃないのっていう話をしたところ、いや喉の腫瘍ができてて声が違うんだよっていう話がありまして、そうするとですね、またしばらくしてその息子から、はい、俺だけど公衆電話にバッグの入った財布や携帯電話を置き忘れてきた、大事なものが入っていたからこれから警察と病院に行ってくる、病院で財布が見つかれば電話が来るからよく聞いといて、という電話があって、お母さん早く発見すればいいなということで待っていたところ、病院の職員を名乗る女性の人から、バッグは2階のトイレにありましたと、中身は抜かれていました、携帯電話も見つかっていませんという電話があったと。そうするとですね、その後にまた息子を名乗る者から取られたバッグの中に契約書が入った、あら、仕事で1300万円払わなければいけない、今日払わなければいけない、お母さん少し用意してということで電話があって、このお母さんは100万円を用意して、待ってたところにですね、たまたまお父さんが帰ってきて、今までの経過の話をしたら、はい、これは詐欺じゃないのかということで警察に通報して未遂で終わったという。よかった。そうですね、まあ、まさにこれがあの劇場型と言われている判断なんですけれども、まあ、手口ということで、まあ、こういった手口があるんで、ぜひ皆さんも注意していただきたいなというふうに思います。それは私だって信じちゃいますね。そうですね、上手ですよ、これ作家になれるな、上手に作りました ね、まあ、あのこういったのね、あの手口も毎年毎年進化していてね。そうですか、はい、それでこれが、そうですね、まあ、警察からですね、はい、まあ、お願いしたいことはここにもあるんですけれども、はい、1つはですね、はい、留守番電話設定にしておいてくださいよというお願いと、はい、現金やキャッシュカードは何があっても渡さない、この2点をですね、ぜひ注意をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。分かりました、はい、ね、時間もだいぶ過ぎてきてしまったんですけども、交通安全についてもね、ちょっとあの触れていただきたいと思うんですけども。そうですね、はい、
おかげさまで松代町内平成26年の12月の5日の死亡事故を最後に、はい、実は4年半ほど死亡事故発生しておりません、ね、まあ、大変ありがたい話で、はい、あります。いいことですね、はい、それでですね、はい、今日ここにあの写真とか用意してきたんですけれども、これはひでこれはですね、あの一応松代交番管内の事故ではございません。あ、そうですか、あの近くで、近くというかですね、過去にあった、死亡事故だと思いますけれども、それの写真です。この写真はまあ、スピードを出しすぎて、はい、まあ、路肩逸脱して、まあ、事故に遭ったという写真だと思います。はい、運転席ならめちゃめちゃじゃないですか。そうですね、やはり、いやーすごいな。はい、でこれはこれはまさに、写真を見ていただければ分かりますが、追突ですよね。あ、トラックの下に潜り込んじゃってますか。そうですね、まあ、不注意というか前方不確認で、まあ、事故を起こしたということの典型的な事故だと思います。はい、もちろんこれなくなっちゃった。そうですね、なくなってると思います。はい、あ、はい、これはこれは、バイクの転倒事故ですよね。バイクなんかめちゃめちゃでよくわかんないですね。まあ、あの松代はね、遠隣、じゃなくて自動峠もあってですね、はい、年間何件かこういった、バイクの事故もあるんで、まあ、ぜひ皆さんも注意していただきたいなというふうに思います。わかりました。今私も運転するんですけども、私たちその注意、特に注意しなきゃいけないっていうのは、運転員それから歩行者などを含めてどんなことに注意したらいいんでしょうか。そうですね、やはり例えば運転、あ、車を運転する人であれば、はい、一時停止はしっかり止まってもらうと、そして、停止線で止まっていただいたら、はい、左右を確認して、まあ、発進していただく。右折する車両の運転手さんは、まあ、大津市で発生したような無理な右折は絶対にしないということでお願いしたいなと。これがそうですか。そうですね、今日ここにあの持って、あの資料を持ってきたんですけれども、やはりあの交差点での事故が多いということで、ぜひ注意をしていただきたいなというふうに思います。例えばですね、あの直進の場合、はい、出会い頭の事故なんですけれども 31% 全体の事故の発生しているということですし、そうですか、それからあの大津で発生した右直の事故に、はい、関してもですね、全体の 17% も発生しているということで、よくね最近あの松本走りと言われているますけれども、よく耳にしますね。そうですね、はい、まあ、右折するときは本当に注意をしていただきたいなというふうに思います。はい、まあ、あと左折の事故がですね 9% ということで、はいはい、そうするとですね、交差点での事故がほとんど6割か7割ぐらい占めるということで、はいはい、交差点では注意をしていただきたいなというふうに思います。わかりました。あとですね、はい、横断歩道、はい、非常にですね、はい、あの一時停止もあのぜひしていただきたいなと思います。うん、長野県ではですね、はい、横断歩道の一時停止非常にあの成績いいということなんですけれども、そうは言っても約半分の方がの横断歩道での一時停止していないという方が多いということなんで、ぜひ一時停止をしていただきたいなというふうに思います。まあ、歩行者がいる場合ですよね。いなければですね、いる場合は全部止まってたら運転できないですよね。ということで、あの横断歩道の近くへ来たら、はい、歩行者がいるかどうか確認して通行していただくということをしていただければいいのかなと思います。あれやっぱり誰かいたら歩行者横断するかしないかなんて判断つかないんですけど、うん、そこら辺どう。そうですね、うん、あ、そういう時もですね、はい、あの渡るか渡らないかということで徐行してですね、はい、あの歩行者を優先というのが、あの横断歩道の時のルールということになるんで、自分の判断じゃなくてですね、必ず徐行をして横断するかどうかっていうのを確かめていただきたいなと思います。そうすれば横断歩道の近辺に人がいたら止まるということ、止まるというか、まさか、まあ、渡るんか渡れるかって聞くわけもいかねえから。そうですね、やっぱり徐行するということなんでしょうかね。あとですね、事故をですね、発生した事故を見ると、はい、意外と通り慣れた道での事故が多かったり、ああなるほど、まあ当然あの見通しの悪い交差点の事故が多いんですけれども、はい、あとあの高齢者の方の事故はですね、はい、意外とあの自宅周辺500メートル以内のいわゆる生活活動範囲内での事故が
まあ、多いと言われておりますので、ぜひその点をですね、はい、注意していただければありがたいなというふうに思います。わかりました、すみません、もう時間もねだいぶなくなってきてしまったんですけれども、その110番するときにはあまり慣れ慣れしくないですか？なんかあまり緊急性を要する以外はいけないんでしょうね、まあ、皆さんよくご存知かと思うんですけれども。そうですね、あの110番は緊急の事件や事故が発生した際に、まあ、その関係者や目撃者などからいち早く通報を受け、被害者の救護や犯人の検挙など警察活動を迅速的確に行うための緊急通報用の電話と言われておりますので、はい、正しい、なんていうんですかね、110番の利用をしていただきたいというふうに思っております。本当に緊急の時だけしてくれということですね。そうですね、はい、必要なね時にしていただくということで、ああ、そうですね、はい、お願いしたいと思います。わかりました。だいぶあの時間も過ぎて申し訳ないんですけども、所長さん最後に一言だけ、祭りの皆様、それからあのご覧の皆様に一言ずつあのお願いしたいんですけども。わかりました、はい、松代交番現在小中以下9名で活動しております。交番のモットーは明るく正しく親切にをモットーで活動しております、はい、またあの、日頃から松代交番の皆さんには、松代町の皆さんには、はい、松代交番のいろんな活動にご理解ご協力をいただいておりまして、はい、本当に感謝しております。また今年もよろしくお願いしたいということですね。松代というか地域を守っていただいてね。いえいえ、ありがとうございます。ということでまた今年もよろしくお願いいたします、はい。これからもどうぞよろしくお願いします。はい、お願いいたします。ありがとうございました。いや皆さん、はい、今日はいいお話伺いましたね。そうだね、やっぱり頭の中でもね分かってても、うん、やっぱり、うん、いざね、うん、こう運転したりときにあの、うん、まあ忘れちゃうことあって改めてこの肝に銘じなきゃいけないっていうふうに思いましたね、うん、まあ、運転もそうだけど、歩行者も、うん、自分も歩行者運転者、うん、両方、ね、あるからね、うん、注意しなきゃいけないねって、はい、改めてね、うん、まあ注意しなきゃいけないと思いました、はい、了解です。はい、はい、ですね、マッスル学講座っていうのをやってます、はい、で6月22日土曜日ですけど、マスル学講座っていうのはね師匠の2階で行います。で今回はねマスイスマコを、ね、題材にしてやりますんでね、はい、ぜひご参加いただき、午後の1時半から、行う予定ですんで、はい、お願いします。はい、お願いします。さてさて、はい、来週は、はい、来週はですね、はい、こういう形でね、はい、はい、来週はね、今度はやっぱりあれです、マスル師匠の所長にね来ていただいて、あ、はい、うん、新任所長に聞くみたいな形。わかりました、うん、あのどんな形でね、これで、はい、やっぱり、4,5,6,7 だから4ヶ月みたいな形なんでね、うん、どんな形でマスルを見ていただいたかなっていうのもちょっと聞きたいし、はい、これからどんな風にしてもらえるんかなっていうのも聞きたいしっていう形で、うん、はい、来週はそんなお話を聞ければいいかなというふうに思います、はい、所長さん、塩長さんのね、はい、お話も楽しみに、ね、はい、しております。それでは来週のしゃべくりましろ、どうぞお楽しみに。はい、お願いします。松代はあなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。